北大前の高田純次、あ、違った、西村和美です。よろしくお願いします。黄色い玉ねぎも、玉ねぎの親父です。夫婦でやってます。年はもう71。あなたたちのおじいさんぐらいになるの？そんな感じです。ふざけた親父ですから、よろしくお願いします。鉄鍋煮込みハンバーグ専門で、やっております。なぜそうしたかというと、 こちらに移ってきたのは14、5年前かな、なんですけれども、そしたらこの辺はあのカレー激戦区なのね。スープカレーとかルーカレーだとか結構いっぱいあるんですよね。それで、もう俺もカレーで戦ってやろうかなと思ったんだけど、まあそういう無駄な力は使わないのが俺の趣味で、要するに自分で考えて、一番学生さんとかこの近隣の人たちが望むようなものは何だろうなって考えた末に、まあ簡単なリサーチもして、そしたらハンバーグ店があんまりないなということで、ただのハンバーグ出しても面白くないな。たらどうしようかな考えてるうちに、あ、じゃ あのソースが多い煮込みハンバーグみたいのをやったらいいかなと思って始めたんです。それが始まりですね。そういったところ、あのね、そんな大層なものないのね。実は僕自身が北海道の人間じゃなくて、東京から来た人間で、なんていうのかな、敗北者。敗北者って大体北へ来るんだよね。負けた人は北へ来るって書いてあるね。それで、まあ、バブルがはじけて、それでしばらく自分で授業をやったんだけど、それももういろいろあって疲れたんで、全部お仕事は僕の友人に回して、元々がグラフィックデザイナーなのね。それで、北海道へ仕事はみんな友達に振り分けて、で北海道へ会社を畳んで、で北海道で全国回ろうと思ったんだけど、北海道へ来て札幌来て遊びすぎたらお金がなくなっちゃった。じゃあ働こうかなと思って、じゃあまあ気楽にアルバイトでもしようと思って、今でもあるかどうか知らんけど、すすきのにビシバシっていう居酒屋があったのね。そこがだいたい200人ぐらい入る大箱だったんで、そこでまあ何も、まあ料理自体は好きだったんだけど、まあ何もできない状態で、あの皿洗いが入って、で半年1年ぐらいしたら料理長はちょっと手伝ってくれないかっていうことで、一番バックっていうかな、一番後ろの、料理するところへ回されて、そこはもう全体が見える場所だったのね。料理長が仕事してるところもあれば、揚げ場もあれば、焼き場もあるよ、それがこう見えるような、それで仕事を覚えて、盗んで覚えたっていうかね、見習いっていうかね、そこに7年ぐらいいたのかな、アルバイトで。正社員になれとか言われたんだけど、なりたくなかったから、気楽に行きたかったから。それで7年ぐらいいて、大体覚えて、そしたら、ある、きっかけがあって、東の東十丁、北区東十丁あたりに、かみさんの友人が、1階に喫茶店があって、そこは空いてるから、友人の家がね、家の1階に喫茶店があって、そこ空いてるからやらないかと。それで2人で一緒にやり始めたんだけど、全然あの辺入らないの、お客さんが。そうこうしてるうちに、彼女のお母さんがこの家建てる、
俺、まあ、3階建てなんだけど建ててくれて、ここにちょっと土地があったんで、それでじゃあ1階を、うん、お店にしましょう。その当時は何も決まってなかったんだけど、お店にして、じゃあやり始める時に何やろうかな、でハンバーグを考えてやったと、うん、そういう感じです、うん、あのね、かみさんが昔いたところは18畳かな、18の何丁目なんだろうな、15、6丁目だったらしいんだけど、んで、高校が、改正ね、うん、で周りが全部玉ねぎ畑、結構多かったらしくて、それで、まあ、そんな名前とそんなこととあと黄色っていうのはね、お金も欲しかったしいいかなみたいなね。それと英語はあまり使いたくなかったの。ああ、なるほど、うん、ほら人参だったらキャロットとかさ、ね、そういうのはあまり使わない方がいいなと思って、うん、で黄色と玉ねぎをくっつけて黄色い玉ねぎして、で全部漢字だとちょっときついものがあるから、ひらがな真ん中に入れてっていうイメージ、